はい、では今回はこの XPS 装置 FI5600 について説明します。科学分野ではエースカーとも呼ばれています。まず装置の構成から一応説明していきたいと思います。まずこちらが、UPS 宣言になります。でこちらのものが X 宣言になります。通常はマグネシウムとアルミニウム宣言があるのが一般的なんですけども、今はこれアルミの宣言しか動かないです。でこの上見てもらうと、宣言を冷やすための、冷却水が流れてます。でこれちょっと巻いてあるんですけど、これはあれですね、水漏れしてしまったのでちょっと急遽こうしてます。なのでこの装置結構水漏れしやすいのでいろいろとチェックしてなきゃいけないですね。で、こちらの方の出っ張ったものは、結晶がついてます。おそらく分光結晶でいいと思うんですけど、こちらにあるこちらにアルミ宣言があるんですけど、こちらにあるアルミ宣言から発した、アルミ系アルファを、単色化してこちらに向かいます。で単色化すると何がいいかって言いますと、強度は弱くなるんですけど分解の方が良くなります。こちらの、従来タイプの、宣言よりもこちらの宣言の方が分解のが倍ぐらい、分解のって言い方は難しいですね、正確数値で言いますとこちらが、分解のが約 1.1 エレクトロンボルト、設定にもよるんですけどとしますと、こちら分解のは 0.6 エレクトロンボルトになります。で、分解能とピーク1分解能をよく、混同される方がいるんですけど、ピーク1分解能は分解能の10分の1ぐらいになります。ですからこちらの宣言で考えますと、ピーク1の分解能、ピークの1の分解能は 0.11 エレクトロンボルト程度で、こちらのモノクロを使ったものです と、0.06 エレクトロンボルトのピーク1分解能が得られると思います。ただ問題なのはピーク1分解能を結構小さく思えるんですけど、信号とノイズが、なかなか綺麗にならなくてですね、信号とノイズの影響の方が大きいというような問題もあったりします。だから長時間、こちらの装置はですね1日丸ごと丸々測定しても大丈夫なのになってまして、そうですね、帰る前に夕方何時でもいいんですけど、例えば一般的な企業でしたら7時ぐらいに帰ると思うんですけど、そこから翌朝まで測定してても大丈夫になってます。とはいえ、冬場が推奨されて夏はちょっと不安ですね。エアコンなどもちゃんと効かせておかないとものすごく暑くなってしまうので、こちらにも冷却水ありますけど、こちらも触ってもすごく暑くなります。多分触って暑いってことは40度ぐらいになると思いますね。持てなくなると60度とかになるんですけど、おそらく40度から50度ぐらいになってしまいますので、北国の寒い方でしたらいいんですけど、南の方の暑いところですとこれが暑くなるので、冷却測定終わった後に冷却して待つ、冷却宣言がね冷却するまで待つのに30分ぐらいかかったりします。で、宣言がこちらで、あとこちらが、資料を移動させるためのトランスファーロッドと言います。論文でトランスファーとか書いてあるというのもあるんですけど、これがトランスファーロッドになっています。でこちらから見るとこの先端の部分が、これがフォークと呼ばれたところで、ここにサンプルを入れます。でこちらにあるバルブを開けて、こちらにサンプルを持っていくということになりますね。で、こちらの奥の装置はカメラになっています。ちょっとやってみましょう。こちらに、内視鏡用の宣言がありますけど、まずここで電源を入れて、でここのこの程度でいいですね、まで明るくするとこのように内部が見えるようになります。でこのカメラが、見てくれるんですね。でこちらに、結構古いブラウン管タイプなんですけど、電源がありまして、こちらで電源を押しますとが見えるようになります。で、このカメラ非常によくできてまして、何がすごいかと言いますと、実はこれサンプルがどこにあるかを見るだけではなくて、ここにフォーカスを変えられるところがあるんですけど、フォーカスを、最大倍率にして高さを合わせると、あそこの奥にあるアナライザーの、焦点位置に合うように設定することができます。でこうすることによって、測定したい部分を調べることができるようになります。で一応、こちらの方では一応いろいろメモ書きがしてありまして、この程度の大きさのところが、アナライザーの、フォーカスとなりますね。具体的には、400マイクロ、縦横400とか縦横800マイクロメートルに設定できますけど、それよりももう少し大きい範囲が見えることになるとは思いますけども、大体、目安として、
認識、この程度の大きさだと認識することができます。まあ、まだサンプル入ってないんで、どの程度になるかっていうのは難しいところですけども、そういう認識ができるようになってます。で、あとこの奥にあるのが、イオンガンの、イオンガンですね。アルゴンとゼノンが使われています。まあ、一般的にはアルゴンでスパッタリングするための装置です。これは表面が汚れてしまう、通常ですね、大気にさらすともうすでに大気の成分である酸素などで汚れてしまうので、アルゴンスパッタで飛ばしたりします。本当はアルゴンスパッタではなくて、別の方法で表面をきれいにする方法があるんですけど、そちらが推奨されますが、まだこちらの装置には、プリパレーションチェンバーはなくてですね、実際にはサンプル入れ替えるする、ロードロックと、あと測定するためのメインチェンバーしか存在しませんので、このような仕組みになってます。で、こちらが、アルゴンのボンベです。で、元栓と書かれて、よくいろんなマニュアルには元栓と書かれたりします。で、ここに元栓のバルブがありまして、その後に、リークバルブがあります。で、ここの、線が伝っているんですけど、この装置、この装置が、流量を自動的に調節してくれる、優れものの装置になってます。なので、あとから人間の手で、まずですね、一回ここを開けてすぐに閉じて、ここの奥にさらに、リークバルブ用の、バルブがあるんですけど、あ、ちょっと焦点が合わないな。リークバルブ用の穴あるんですけど、これを開けて、でさらに、この装置に、オンにすると、引き手の流量が流れるようになってます。そうすることで、まあ、掘っている表面を掘っている時間をですね、表面を掘っている時間とあとどれだけ掘っているかっていうのを、概算できるようになります。まあ、一般的には SiO2 で計算したのにスパッタリングレートをかけて補正するというのが一般的ですけども、だいたい概算量が分かるのが大きいですね。じゃあちょっとこれは、まあ、また後ほど使いますけど消しておきます。で、こちらも、でこちらのフィラメントは、壊れたら取り替えるものがあります。こちらにありまして、このタイプのやつで取り替えることができます。ここからネジを開けて、でこれにこのもので取り替えるということですね。それであと説明しておくこととしては、まあ、ここバルブ類一般的ですね。で、いくつかこの装置改造されておりまして、本来はですね、インターロック、まあ、ちゃんと、間違えてですね、このロッドがこんなところに、この辺りにあって、バルブを閉めてしまわないようになるとかいった装置があるんですけど、それらはまあ殺してあります。それは本来はこれで管理するんですけども、それはもう全部取り外してあります。これですね。なのでこちらの装置はちょっと従来のやり方とは違った、手で全部操作することになります。で、一応この、こちらにはターボ分子ポンプついてまして、ターボ分子ポンプ、こいつのこのターボ分子ポンプのコントローラーがこちらになってます。回転数今 100% になってますね。で、後からサンプル入れ替えで説明しますが、この値50ぐらいまで大丈夫だと言われてますけども、だいたい 75% ぐらいまで、下がる程度に、もう流量を流すことができます。まあ、それは後ほど後から説明します。で、その後に、この先から、ロータリーポンプ、奥にあるですね、ロータリーポンプにつながっています。こちらにロータリーポンプが2台つながっていますね。で、電磁バルブで、電源が切れた時には自動的にこの部分が、シャッターが閉まるようになっています。で、フォアライントラップだったかな、トラップがついてますね。こちらですね、こうやって、いろいろとついてます。で、この後ろのでかいのはアナライザーです。XBS、まあ、各分野で S か分析する人たちにおなじみのものですね。で、こちらが、中和銃になってます。でも中和銃、ここの装置はちょっとまだ、整備が足りなくてですね、中和銃、うまく動いてません。まあ、そんな感じですね。まあ、あとは大体の説明はいいかなと思いますけど、ああ、忘れてました。あと一つ、このアナライザーのアパーチャーがあります。こちらに数値が書いてあるんですけども、ちょっと見えないかもしれないですけど、今4番のアパーチャーになってます。4番のアパーチャーは、800マイクロ ×800 マイクロの、サイズになってます。まあ、こんな風に、手作業でアパーチャーのサイズを変えて、さらに、PC 上でも変わることになります。制御用の PC は、こちらになりますね。で、プリンターですけど、プリンターはもう殺してあります。もう使わないので、ただ、まあ、ちょっといろいろ面倒なことが起こりました。で、PC で、こっちはモニターになります。
まあ以上ですね。あと他にはこれですね、XYZ、 こちらが、Y で、こちらが X で、こちらが Z で、こちらがチルトで傾きで、こちらがローテーションになってまして、回転ですね、なってます。で他にもこちらにあるのが、おそらく電流測るピコアンペア、あ、電流測るといいですね、電流測る装置になってますけども、これはあんまり動きが良くないです。で、ここについてるのが、実は、アースが取れてなかったので、本体に直接導通ができるようにしてあるものです。こういうものがない場合には、アースの線をつながるよ、アースがちゃんとここにつながるようにします。そうしないとですね、チャージャーっていう現象が起きます。あ、で、あとまあ、他にもちょっといくつか忘れてましたね。あとはこちらの X 線ガーは、これのバルブ、このつまみを回すことで、出し入れできますけども、おおむねこれでいいと思います。あんまり近づけすぎるとサンプルが熱してしまうのもありますし、遠すぎてもダメですね。一般的には多くの、ところのマニュアルですと、多くの、例えば大学のマニュアルですと、この画面に映るか映らないかぐらいまで近づけるというふうになっているところがあります。私もそれがいいかなと思ってます。近づけすぎると本当に熱でやられてしまうところも、酸化が促進されてしまうんですね。でここの装置は結構長い、冒頭も言ったかもしれないですけど、かなり長い間測定することができます。それはまあおそらく、まあ、線圏の強度が弱いからだと思いますね。放射光などで使うと、スプリング8などの放射光で使うと、まあ、2時間とか30分から2時間半とかで酸素のピークが強く出て、ニョキニョキって強くなってしまうんですね。まあでもここの装置だと意外に持つので、やはりそういうことがあるのかなと個人的に思います。まあ違う理由があるかもしれないですけども、まあそうですね、今のところ私の感覚ではそんな感じです。長く測定できるという利点があります。であとこちらの、モノクロありましたね、でこちらに開閉があります。一応説明しておきますと、一応これ銀テープで取っちゃうんですけど、これを使わないでなるようになってます。でこちらがこの状態が、クローズで、こちらがオープンで、こっち回してもオープンになります。どちらかでいいです。でクローズするときはここになります。この辺りですね、ちょっと一応分かりづらいんで印打ってあります。であとここにつまみがあるんで、これで固定できるなってます。まあつまみで固定してもいいですし、あとは銀テープで貼り付けとくという手もあります。でまあ私は銀テープがいいかなとは思ってます。つまみだと壊れたときに対処できなくなってしまうんで、一応この銀テープでこう貼っとくのがいいかなと個人的には思ってます。まあいろいろ皆さんご意見いろいろあると思いますんで、どうすればいいかはお任せしますけども、まあやりやすい方法で、運用しやすい方法でやってもらえばいいと思います。まあ加熱するときは取り外さなきゃいけないんですけどね、この銀テープ。まあそんな感じですね。まあおおむね装置の説明は以上かなと思います。あとここは触らないようにしなきゃいけないですね。あとはここもですね、なかなかモノクロの位置設定非常に難しくてですね、再現性もないということなので、ここはあんまりサービスの方が以外に触らないようにしておいて、メインにユーザー触るのはここの部分ということにしていただけると助かります。あと出したこと忘れてましたね。一応いくつか他にも制御用のやつを説明しなきゃいけないです。ですね、こちらの装置のちょっと見えづらいと思うんですけど、装置の全体像をちょっと見てみますと、右側と左側右側と左側にいくつかボタンを押すところがあります。で普段はですねこういうところは使わないです。でこちらも本当はカバーをかけたかったんですけど、ちょっと対応するものがなくてカバーかけられていません。これはあんまり押さないように本当はしなきゃいけないです。あとこちらは間違って押してもいいようにこうケースつけてあります。でメインで使うのはこの部分ですね。であと下の方には、チタンサプリメーションと、イオンポンプがなってます。で一般的に、私たちの装置です と、約 2×10 のマイナス9ジョートール、これですね、この赤い部分になってると思いますけど、2×5、今の場合は 1.5 ですね、 1.5× の、10のマイナス9乗トールになってます。あー痛い、ちょっと出して苦しいんであれですけど、なってます。で LAN の状態になってますね。でこの LAN の状態になって、これが、この範囲を振り切ってなってる時には、もう一回これを
オフにして、でスタートにしてランというふうにします。でこうやって使います。でいつかはお話しすることになると思うんですけど、ベーキングした後はまたあの切って、ベーキングした姿スタートにしてすぐに戻して、でグッと悪くなるんです通常は。でこれは、長く、ちゃんと管理してあるんでうまくいってますけど、またベーキングしたりしてすると悪くなりますね。その時にはこうちゃんとスタートで押して、ちょっと悪くなったら戻してとして、少しずつガスを飛ばします。で十分ガスが飛んだ後にランということになります。でこの、出てくるですね、あの真空系非常に重宝します。いろんなところで役立ちます。なかなか壊れにくいような感じなので非常に便利ですね。あとこちらの方です。ちょっと全体像映らないんであれなんですけども、この上が、X 宣言の、コントローラーですね。こちら X 宣言のコントローラーで、こちらが、4ガンになります。でこちらが、ゲージですね。真空度を調べるための装置です。で今これ壊れてまして、本来はここをこの、1オーバー3っていうのを押すといいんですけど、今壊れててうまくちゃんと動きません。本当はちゃんと真空度が出るんですけど、多分おそらくフィラメント壊れて動かないです。まあしょうがないですね。でこのさらに下のところは、X 宣言の、電源になります。こちらで電圧を上げるということになっています。まあ以上ですね。あとはここにボードがありますけど、あんまり気にしなくてもいいですね。こんな感じの装置になってます。すいません、まあうまく段取りできなかったですけども、まあおおむねこういう構成になっているということを理解していただければ助かります。では次回はサンプル、基本的にはまずサンプルの移動からやっていこうと思います。